いたずばチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、8月の16日でございまして、京都は五山の送り火の日でございまして、お盆の最終日でございます。今日の動画はね、ちょっと緩い目にお伝えをしていきたいと思います。視聴者様がわざわざ台湾に行って買ってきてくださったウイスキー2本ございます。こちらでございます。長浜蒸留所のアマハガンのエディション台湾ということで、これご存知の方ね、いらっしゃるかもしれません。日本でもちょいちょいのね、オークションとかでたまに出品されてます。アマハガンのエディション台湾で、台湾限定のアマハガンで、ポートワインで熟成をしたものでございます。そしてもう一つが長浜ロマン8年ということで、この長浜の浜が通常の浜なんです。長浜ロマンといえば長浜ロマンビールなんですけど、長浜蒸留所がまあ、ね、免税向けかなで販売をしてた8年熟成のウイスキーなんですよ。基本的には海外で、日本では売られてない。でこれも視聴者様がね、買ってきてくださっていました。まずはありがとうございます。ありがとうございます。テイスティングをしていきたいと思います。ボトルの方がこんな感じで、長浜ロマン8年、これはね、アマハガンのテストバッジでよく使われてるボトルですね。おなじみのアマハガンのボトルで、ラベルの方は台湾の有名な景色やな、うん、なんか分からんけどはい、なんか見覚えのあるラベルの話ですね。長浜ロマン8年のこのここが山になって、これは伊吹山やと思うんですけど、朝霞のこれもこれ山なんですよね。これ似とるな。これこの長浜ロマン8年はね、もうどっちかというと謎ウイスキーのジャンルに入るかな。ちなみにこのボトルの形は、先ほど言いましたように、このこれテストバッジなんですけど、これテストバッジと同じボトルですね。 700ml が入るやつですね。ボトルキャップもテストバッジと一緒です。でこれ内容は全くわからないんですけど、8年熟成の海外原酒をもう長浜でボトリングしたということで、これはちょっと謎ウイスキーの部類になります。お色こんな感じで、色結構明るい目、ゴールド系の色。これはもうなんとなく察してたけど、これあそこやん。バーボンダル、フルーティー、うん、あめっちゃいい。もうバーボン由来のバニラ感、青リンゴ、バナナ。分からへんけど、多分あれは、もう絶対そうや。あそこじゃない？長浜言うたらもう、関係で海外原酒だったら、まあ、差し抜い方は分からないと思います。あえて言わないですけど。湖のね。もうええわ。言わんでよ。うん、フルーティー。もうこれ絶対そうやな。うん、うまいっす。うまいな。うまい、あれ。このフルーティーさはあれやな。これはもう、あれよ。これもあれに決定やわ。あれやあれやな。長浜ロマン8年はあそこのウイスキーを長浜でボトリングして出したという。美味しいウイスキー、なんせここの蒸留所美味しいから、ね、ちょっと最近値段上がってるみたいだけどね。インチマリン系よ、言うてもおとるがな。これは今も販売をされてます、アマハガンのエディション台湾だけで販売されてますけど、日本で一部でオークションとかでね出てました。結構ええ値段ついてんのよ、オークションで見てたら、うん、2万円とかついてるよ。 700ml アルコール度数47でございます。ポートワインカスク、長浜系のポートワインカスクってね、そんなないんですよ。で最近やと、これちょっと動画にはしてなかったんやけど、東京ウイスキーライブラリーさんのプライベートボトルが、これがポートワインなんですよね。最近やとこれですね。お色の方こんな感じでございまして、結構赤みがかった琥珀色、赤いフルーツ系やね。ちょっと酸味もあるな、梅っぽい感じ、プラムっぽい感じ、プラムのようなニュアンスあるな、うん、赤いフルーツ、そんなに熟した感じではないけども、それともプラムのようなニュアンス、あ結構すっきりした感じやな。ポートっつったら、あのタリスカーのポートリーってことか。ポートやタリスカーのポートリー、こんなプラム感ないわ、うん、加水で飲んでみたいと思います、うん、加水すると麦の甘さとかがグッとくるな、まあ、ちなみにこれはワールドモルトウイスキーなんで、グレーンは入ってないんやけども、結構甘いよな、うん、これはなんか樽由来、ハイボールでも飲んでみたいと思います。すっきりしたというか、さっきそのプラム梅の感じって言ったけど、ハイボールでも梅の感じくるな、うん、結構すっきりしたハイボールなんで、うまいで、余韻がね梅なんですよ。やっぱりこのブレンドは台湾の方のまあ好みに合わせたのかどうなのかわからないですけども、ああソーダうまいな。ソーダ入れるとほんまスルスル飲める感じですね。はい、ということで、とても貴重なボトル2つ、視聴者さん本当に改めてありがとうございました。ありがとうございます。長浜ロマン8年、長浜蒸留所の中ではちょっと謎ウイスキーに入る、でもおそらくあそこの原酒だろうと
いうことで、あの湖の近くにあるね原種だろうというふうな私たちは推定をいたしました。アマハガンのエディション台湾の方はちょっとプラモのようなすっきりしたお味でございました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お酒を楽しく幸せに。ということで次の動画でお会いしましょう。ではまた。ポートカスクといえばどっちのアランやね。あの黒ラベルのポートカスクとか。でもそれと比べたら全然ちゃうで。これの雰囲気も違うよな。っていうかこれちょっと動画にしてへんかってんけど、東京ウイスキーライブラリーのこれポートワインカスクなんですけど、アイラコーターカスクの樽をポートワインで紅熟をして、まあ、5年熟成のシングルカスクなんですけど、これちょっと俺これ4本入ったら飲んでへんねん。ちょっとプラムっぽいニュアンスはあるな。これやっぱりちょっと共通項はあるな。アイラコーターカスクが紅熟やから若干のスモーキーさというかグレープフルーツ感プラスプラム感みたいな感じやな。これ重厚な感じはあるわこれ、うん、まあ5年やしな。めっちゃうまいなこれ。これめっちゃうまいよそれ。これめっちゃうまいなこれ、うん、余韻も長いわやっぱ5年熟成となると、うんうん、やっぱワイン系のタルと相性がいいやろ。そうやな。なんといってもこの長浜ロマン8年がおもろいわこれ。おもろいっていうか美味しい、美味しいインチマリン。インチマリン、インチマリン、これ蒸留所の名前出してんのセーフ。出しとるやないか。もう今インチマリンってお前言うたら、まあ、誰もわかるわこの。でも蒸留所どこか言うてへんわ。でもこのフルーティー感はなんか今まで何回も飲んでるフルーティー感やなこれ。というかまああのブレンドの時にもう言わへんけど、あのシリーズのフルーティーなやつあったやん。ライトな感じでフルーティーやなこれな、うん。ラベルは凝ってるな。うん、ラベルはなんか凝ってるわ。かっこいい。名前は置いといて美味しい。まあそう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 。味だけ言うたら普通にうまい。どっかのとは違ってな。言うなよ。いや言うなって。またピーや。またピーや。まあそこらと比べたら純粋にうまいよ。うん。別にあの忖度してるわけでもなく。うん、ブラインドで飲んだとしても、うん、俺結構フルーティーやなと思うわ。うん。まあこれラベル西陣折りちゃう。おしまい。